待ちながらちょっとご注意事項などをお伝えしたいと思います。改めてになりますが、本日はホタルンガッパちゃん、コアクマクマの合同誕生日会2日目です。一日どうぞよろしくお願いします。本日は大変強風のため物販エリアが屋内温室に移動になりました。温室への入り口はこの PA ブースに向かって右 の, あのドアからと建物内の廊下を伝って行くことができます。ちょっと暑いんですけれども、温室内譲り合って物販の方を楽しんでいただければと思います。そしてこちらのエリアはステージとグリーティングのエリアとなります。本日はこちらの最前列のベンチよりもステージエリアはお客様入場禁止とさせてください。よろしくお願いします。広く場所が空きましたので、キャラさんたちもみんなステージが終わったらすぐに広い方に移動して、ステージに残らずに広い方に移動してみんなで遊ぶようにしてください。聞いてるかな、みんな。よろしくお願いします。昨日の物販のスペースね。そう、はい、昨日の物販スペース広く空いてますので、そっちでみんなで遊びましょう。よろしくお願いします。そして今日はね、雨は降らないということで、降らないことになってます、ね、はい、降らないんですけども、またも正面玄関出たところでみんなと遊ぶという形にしたいと思いますので、聞いてない。の皆さん、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いしま す、はい、ということで本日2日目のオープニングを始めたいと思います、はい、よろしくお願いします。こちらもユニ恒例ということでラジオ体操をみんなで踊りたいと思います。踊るというか体操 ね、 そうね、体操して、もう昨日でね、みんな筋肉痛になってると思うので、ちょっと伸ばしてストレッチして和らげていきましょ う、ね、こちらも広く空いてますので、みんな体操できますよね、はい、ラジオ体操大事できると思うので、みんな手を広げてぶつからない位置まで広がってください。絶対ぶつかる。手を広げてぶつからない位置ね。こっちは絶対ぶつかる。はい、手を広げてぶつからない位置に広がってください。手を広げて、ぶつかったね、ぶつかった。はい、気をつけてみんなでラジオ体操第一で体をほぐしたいと思います。それではミュージックスタート。のびのびと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、おー、偉い、そういうこと、そういうことだ、いいよ、そういうこと、そうです。お父さんの手伝ってる。Come on, come on.
ビビ好きだね。かわいい。かわいい。あれ？あら、危ない危ない。みんなそこやばい、ね。危ない危ない危ない。やりたいの？ガパちゃんもやりたいの？ガパちゃんそこがいいな。みんな詰めてあげて。落ちる落ちる。行くよ。それはそれでいいんじゃないですか。悪魔様、はい、悪魔様
北海道に住んでいる
されずにやりきったらどんどん飛ばされて帰っていく。ふにゃとくわちゃんは定期的にね、ふにゃっこわかいっていうファンミーティングも開催しておりますので、また発表されたらぜひとも遊びに来てもらいたいと思います。千葉県ふにゃ橋市ふにゃっしーのステージでふにゃっこわでした。ありがとうございました。
写真を撮りましょう。悪魔さんはギターをちょっと外してきてくださいね。ちょここで撮っちゃう。じゃあ並ぶ準備しましょう。急いでね、急いでしましょう。昨日と同じ並ぼう。コアちゃん、コアちゃんここしゃがんで、コアちゃんここしゃがんで、はい。で、悪魔さんここに来るから、ウンガッパちゃんその真後ろね。ウンガッパちゃん、コアちゃんと悪魔さんの、はい、ここを絶対ポジション的に。悪魔さんしゃがんで、しゃがんで、はい。殿と姫、ウンガッパちゃんの両サイドにお願いします。2年も一歩左、2歩ぐらいかな、もうちょっとかな、はい。ラップくんしゃがめる？ごめんね。じゃあしゃがんでほしいな。さきちゃんはコートしゃがめるもんな。なで耳があるから、ちょっと待ってよ。オケバンバくん早めにポジションしよう。ね、トマト、トマティ、しゃがめる、トマティ前来て。ね、ノアちゃんもしゃがめるよね。ね、チョップは忍者門の後ろにいてもらってもいいですか？ね、顔出してもらって。同じ位置でね。